ファンタジー MMORPG クロスレベリ、今全世界で最もプレイされているこのゲームには、真の魔王と呼ばれるものがたった一人だけ存在する。その名は魔王ディアブロ。ゲームの世界に恋愛などという不純なものを持ち込む愚か者は、魔王たる俺が裁いてやらねばならんな。ネトゲは遊びではないのだ。思い知ったか、リア充。そしてこの時は思ってもみなかった。こんな自分が本物の魔王として異世界に召喚されることになるだなんて。誰がこんな無駄肉エルフと。何よ。なんでこれがつくのは召喚獣の方じゃないの。霊獣の首輪をかける儀式は成功したはずですが、とにかく町に戻って解除方法を探さないと。私はレベル40の召喚術師です。今向かっている。そうそう、私がレベルないのはまだ冒険者登録してないからで、測ったら40とか50だよ。あなたのレベルは10かそこらです。平均より10は低いでしょ。そんな、レモギ負けた。私を超えようなどと身の程知らずだったのです。君が高レベルなのは間違いないと思うけど、どれほど高いのかわからないんだよ。はっきり言って人知を超えてる。強い人を登録できるのはありがたいよ。でも僕は君より弱い。その僕に、ん？面白い人だな。わかった、これからよろしくね、ディアブロさん。うーん、とはいえ君の実力に見合ったクエストはそうないと思うけどな。ディアブロ、一人前の冒険者になるには自分の軍隊を持つ必要があります。そして魔王のあなたが領土を開拓するためになおさら強い軍隊を持たなければいけません。しかし軍隊の戦力を維持するには兵士と兵糧を消費します。毎回出発してクエストを完成する前に準備する必要があります。カフェに行くのがいい解決方法です。ここでは、こーい、シェラが夢見るカフェだわ。ディアブロは絶対に補充に来てね。
実験のためにマダラスネークの目玉が必要。依頼主の魔術師協会。人食いの森ってすっごく強い魔獣が出るんだよね。ねえ、普通ここまで危険なクエストが出回ることはありません。幻想魔術ってこんなことできるの？セラ様、あなたをお助けするためにはせ参じたのです。奴隷商人グリーンウッド王国の黙れ、奴隷の首輪が何よりの証拠。兄さんたちが必要としているのは私じゃなくて世継ぎでしょ。私に子供を産ませたいだけなんだよ。好きなこともできないで望まない相手と結婚させるなんておかしいよ。私絶対に国には戻らない。どういうこと？そんな、思惑通りにはさせません。シェラ、先に休んでいなさい。好きに言いなさ、ディアブロ。敵を打ち破るまで戦闘に参加できる部下を順次に出陣させてください。さっきあんなやつに負けちゃった。私は弱すぎる。弱すぎてディアブロの信頼に値する部下になれない。ディアブロのために、冒険が続けられるために。ディアブロ、あなたの部下としてこの魔杖を握って、そしてお好きな方法で、これがあなたにしかできないこと。これであなたが冒険の旅をうまく進行させ、彼女はエルフではなく、ディアブロ、彼女のことを心配しているのですか？ならば、なんとか行方を探してみます。その時は、魔王城の召喚、これは、私とシェラがあなたを召喚してから、初めて何かに強い興味を示したことなので、すでに紹介したが、私はレムガレウ。どんな秘密も受け止めると言いました。どうか協力してください。最大限そばにいさせてください。あれ、ディアブロがまた能力を強化し、ありがとうね。前は緊急で強化してくれ、まさか私があんなに速い矢が打てる。私はまだまだ弱いけど、それでもディアブロとレムの仲間になりたいの。絶対に帰らない。自分の力で生きてみせる。ディアブロも私を選んでくれるよね。Thank you.
something I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step.